11月18日日曜日、決戦の日ですね。あ、ここでやんねや。なんでそれがおんねん。うるさい。静かに待てぬのか。なんでおんねん。知らぬ。タケルが持ち出したのではないのか。あ、応援に来たんだ。仲良くなったから。そういえば、つくよみが言っていたな。いくら封印しても出てきてしまうと。誰かのいたずらだろうか。それよりほら、歯を青くしてないで前見て。こっちもおかしいやん、十分。十分おかしいやん。スイコ、弓を取れ。ジンゴロウ。はい、パパ。もとい、父上。もといは私だ。もといっていうさ、使わないよね、言葉。もとい。なんとかもとい。はっ、みっともない姿だこと。そんな様子では、勝負になりそうにありませんわね。今から降参なさってもよろしいですよ。やりますよ。せいぜい、楽しませてもらうことにいたしましょうか。弓を持ったらこう変わるんや。それでは勝負の取り決めを確認しよう。よう、炎上祭、いざ。勝負の方法は後手の矢で決める。なんだそれは。あ、なるほど。二五十。道中の場合は一本ずつで射詰め、決着がつくまで強射する。依存はありや。ありや、なしや。はい、わかった。依存はない。スイコよ、いかに。その方法で結構ですわ。五分の条件であれば、どのような勝負でも負けはありえません。玉も良いな。わかりました。それでは始める。はい。玉瀬さん、大丈夫なの？ガチガチのままだと当たらない。タケルさん、な、何？みんな見守ってるぞ。俺もな。そうだね。よし、行くんだ。うん、任せて。け、献上祭？それは反則というか、殺人。サジは捨ておけ。いざ行くぞ。ちょっと弓道をかじったから分かるようになった。ピンと伸びて綺麗、スムーズに。ど真ん中に当てました。今度はあなたの番ですわよ。いける。はい、よし。注目の一本目、外したら勝つのは不可能に近くなる。いけ。行ったんだ。わ、タケルさん、やった、やったよ。想像しいですわ。まだハヤが当たっただけですわよ。ハヤ、難しい。ハヤ。はい。負けませんわよ。あの子がさ、指引いてる絵をちゃんと描いたれよな。の番ですわよ。は、はい。頑張っ。今は静かに玉を見守ってやるのが
最大の応援になろう。怒られてやんの。はい。弓が引き絞られて、鶴が引き絞られて弓がしなる。ざわ。矢がさ、矢が的に当たる絵ぐらい一枚描いとけよ。どうしたの？顔色が悪いようだけど。そんなことないです。そう、ではどうぞ。たま、行け。ざわ、どうした？なるほど、なるほど。そろそろこの勝負も飽きてきましたわ。私もだ。なら、看板は諦めて帰ってください。言いますわね。よくこの表現で言ったのを表現しようと思ったな。外した？私としたことが外すなんて。これはね、タマも外すな。これタマ、早くシャイにつけ。はい。外さないでサクッと言ってほしいところではあるが、当てれば勝ちだ。外すでしょ。わあ、もうそうなってあんねん。でけてあんねん、これ。ほんでな、玉がピンチや、これ。次当てられて。早く下がってください。邪魔ですわ。力みすぎたか。勝ちを意識してしまったな。出ました。さあ、あなたの番ですわよ。出てちゃダメ。うろたえるな、タケル。はい。これはタマセの戦いだ。そなたが出ていくことはそれを冒涜することになるぞ。わかりました。タケルちゃんがミキちゃんを落ち着かせて勝っても意味ないでしょ。でも泣いてるやん。泣いちゃってるよ、タマちゃん。お、克服した。打つ瞬間にタマ言うて気散って外すみたいな。ちゃうんか。言っちゃダメでしょ、そんな。ここに来て当たれ。外れた。まあね、そんな気はしてた。残念でしたわね。タケルちゃん、私たち先に帰るね。行くぞ、鏡。
一言かけてやんないの？それはしない方が良い。タマセは本気だったからな。うん、一生懸命だった。ふにゅふにゅ。そっとしておくのも気遣いの一つだ。こんな時声をかけてもいい人は決まってるんだよ。わかるでしょ。ここから先は。そこまでだ、鏡。うん。タケル、タマセを頼んだぞ。ああ。頑張ってね、タケルちゃん。しょうがないな。みんないなくなっちまった。タマはちゃんとやってた。でも当たらなかった。やるだけやったよ。納得はできないかもしれないけど、分かってんだよ。タマはよくやった。負けちゃった。ちゃんと弱点克服したじゃねえか。最後タマ落ち着いてたぞ。逃げてなかった。ちゃんと的に向かってた。結果はダメだったかもしれないけどさ。看板取られちゃったね。タマ、どうしたの、タケルさん。なんでそんな笑ってんだ。ミキは全然平気だよ。無理すんなよ。タケルさんが落ち込むことないよ。だからさ、うん、タマはよくやったよ。泣かしにかかる。ずっと頑張ってきたんだ。ミキは平気だよ。バカ、めちゃくちゃ震えてんじゃねえか。これは違うよ。泣いたって誰も責めねえよ。苦しいの我慢して頑張ったんだ。だからもういいだろう。タケルさん、俺は悔しいよ。ミキだって、ミキだって悔しいよ。タマ、勝ちたかったよ。看板だって守りたかったよ。負けたくなかったよ。タマ、タマ、お、現状祭。何を謝る。看板守れなかった。なぜ泣く。悔しさを思い出しました。よかったじゃないですか。悔しいからだろう。ならば我慢せずに泣くがよい。頑張ったからこそ、努力したからこそ、勝ちたかったからこそ悔しいのだ。久しく忘れていた感情だろう、タマ。楽しかったか。試合は楽しかったか。はい、すごくドキドキして、でも楽しくて、今日は見事だった。あっぱれである。若者よ、あとはよろしく頼む。お父様。いいのか若者に預けて。知らないぞ、タキルは結構鬼畜やぞ。タマ、11月19日月曜日、タマ、おや。出たな、スタートレック。
や。誰か待ってるのかい？お前もあの袋し積んでやるな、弓道するときは。待ってる、まあそうだな。明日からまた後輩たちが来る。君がここを使えるのは今日までだよ。1年はどうしてたんだ？実力テストや校外テストさ。明日からほんの少し練習して、またすぐ期末のテスト期間になる。玉瀬のこと聞いたよ。残念だと思う。なんていうかな、それすら軽々しく言っちゃいけないのかもしれないけどさ。玉は一生懸命だった。うん、聞いた。それも聞いた。すごいよな。ああ。君がだ。俺は行くよ。何しに来てお前。時々様子を見に来てるだけだよ。もう済んだ。玉瀬、来るんだろう。戸締まりだけはちゃんとしてくれって言っといて。じゃあな。勝負が終わっても俺たちの放課後は終わらない、そう思ってた。でももうね、俺たちの居場所はないんだここにはね。たま来ねえわ。試合が終わったら話があるっつってたけど来ねえわ。タケルさん来たわ。たま遅かったな。待ってたの？当然だろ。さっき元首相くんが来て、明日からさ、またここ 1,2 年が使うからって言ってたぞ。そっか。早く着替えてこいよ、最後の練習、時間がなくなっちまう。タケルさん、俺はまだど真ん中出してねえからさ。俺はど真ん中出してえんだよ。そういやさ、うん、ちゃんと戸締まりしてけってさ。うん、タマ、うん、おーい、うん、タケルさん、あ、どうして待ってたの？まあ来ると思ってたからな。どうして？話あるっつってたし、それに、それになんか知んないけど来るってそう思った。ごめんね。いいから早く来いよ。ミキ、本当は帰ろうと思ってました。話は？勝てたら言おうって決めてたから。そうか。けどね、負けちゃったから。俺の練習は？いないって、きっと来ないって思ってたの。なんで？わかんない。おいおい、よくわからないけど、そう思ってた。じゃあどうしてきたんだ？タケルさんがやっぱりいるような気がして、考えれば考えるほどいるような気がして、ドキドキしていてほしくて、会いたくて。そうか、会いたくなったのか。うん。なら適当でも仕方ないな。突然会いたくなるもんだ、理由なんかなくてもさ。じゃあついでに話も聞かせてくれよ。勝ち負けなんか俺たちの間に関係ないだろ。それはダメだよ。どうして？待たせた罰だ、言っちまえよな。スイコさんが外した時、これで勝てると思ったの。うん。けど勝った時にしたいと決めていたことが気になっちゃって、外しちゃった。ようありそうな話な、それな。悲しくなっちゃって、せっかくできると思っていたのに、頭の中真っ白になっちゃった。だから言わない、言えない。勝った時にしたいと思ってたこと、もう取り返しつかないのか。俺じゃ
それを叶えてやれないのか。え俺がど真ん中みたいな。な俺じゃそれを叶えてやれないのか。遠慮すんなよ。できることならさ、俺はタマのその願い叶えてやりたいと思ってんだぞ。どうだ。じゃあ、うん、この4本の矢を回収させることができたらタケルさんにお願いします。必要なのか。はい、まあね。よし、じゃあ俺が見といてやるから。あいつが何をしたいのかそれはよくわからないけど、あいつの気持ちはすごくよくわかる。俺はそれに答えてやりたい。だってそれが俺の願いが叶うことでもあるから。あと一本だ。また外せ。最後行くね。最後俺が打つ。ああ、もしもこの矢が当たったら、え、ミキと付き合ってください。いつからだろう。そんな言葉がなくてもそんなつもりだった。そういう日常を願っていた。しらばっくれてりゃそうなると思ってた。いつからかわかんないけど、俺はタマが、ああ、違う。何を見てんだ。待ってるだけじゃ。ダメだろ。何、飛び出してタケルに当たるとか。外れちゃった。ちょ、音楽入るとこおかしない？これ外れてますけど。ちょっとどうすんのこれ。これどうすんの。こっからそんな盛り上がる？これタマ、俺が待ってるだけじゃダメだ。タマが気持ちを伝えてくれたんだ。俺が答えなくてどうすんだ。当たらないから付き合わないのか、当たったから付き合うのか、そうじゃねえだろう。俺たち二人でこれからも、俺は見てろ。これやってさ、これも外れたらもうどうしようもないやん。これも外れてさ、二人ともなんかさ、外れたけど付き合おっかみたいなになったら悲しくない？これ歌う方がいいと思う俺。これの矢が刺さってる。俺の一本はど真ん中だ。これで懐中ってことだな。でも、タマ。でもミキは当てられ。俺の一本は俺とタマの一本だ。二人の一本なんだ。当てたんだよちゃんと。でも、これからも一緒にいよう。え？一緒に。一緒にいよう。な？タケルさん、大好き。俺も大好きだよ。なんか閉まらない閉まらないこのアップだなこれ。タマ。タケルさん、タケルさん。はい。お前のおかげで弓道楽しいって思えたよ。ミキも楽しさ思い出せたの、タケルさんのおかげだよ。タマ。タケルさん、いつでもミキのそばにいてくれる？ああ。よし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 。いつも近くにいたのに、こうしてやったこと。嬉しい。嬉しいよ。タマ。
どうしたタマ？うん、ちょっと上がっちゃってるかも。俺だって。うん、ドキドキしてるね。タマ。なに、タケルさん。好きだ。うん、ミキもだよ。弓道場で弓道場プレイ、弓道場プレイ。タマの小さな体を背中からそっと抱き寄せる。タケルさん、どうしたの？いや、タマの体は小さいのにすっごく温かい。いつまでも抱いていても飽きないかもな。タマは小さいって思ってな。なんで謝るんだよ、それがタマなのに。いや、好きだ。大行に見える弓道着を着ていても、その体は俺にくるまれてしまうくらいに小さい。タケルさん、強く強く抱きしめる。壊れてしまうかもしれないと思いつつも、溢れてくる思いをこうすることでしか伝えられないような気がする。タマ。タケルさん。タマが俺の体の中でフルフルと震えている。ごめん、痛かったか。ちょっと。なあ。え？俺のこと信じられるか？手を握ったまましばらくの間動きを止める。タマの鼓動と俺の鼓動、そして静かな呼吸が合わさって、俺たちの体を静かに揺さぶる。ごめんね、ミキ、まだ子供だから。こういう時どうしたらいいのかよくわからないんだ。タマの頭を撫でてやる。タマの手は俺の袴をぎゅっと握りしめている。その手を取って後ろから覆いかぶさるようにタマにキスをした。顔変わってない、なんか。このまま離れたくないという気持ちでいっぱいになって、タマの体を抱え上げた。そのままずっと、どうやって息を続けていたのかもわからないぐらい長い時間、俺たちはそのままだった。タマが照れた顔をして笑いかけた。ミキ、すんなりと口から出た言葉。タマって呼ぶのは可愛らしくて好きだ。だけど今俺の目の前にいるのは可愛らしいタマじゃなくて愛しいミキなんだよな。なんか胸のあたりからふわーんってなって、もうタケルさんの顔しか見てられなくなって。俺も同じだよ。そんな気持ちが素直に口から出てくるんだよ。だから恥ずかしげもなくミキなんて呼んでさ。嘘、タケルさん余裕あるみたい。ないよ全然、もうどうしていいか分かんないんだから。ミキがじっと俺を見つめる。俺の言葉が本当かどうか確かめるように、瞳の奥を見つめるようにじっと。よくわからないのも、ドキドキするのも、そしてどうしようもなく好きなのも同じだ。目が潤んでいるのは差し込む夕日の加減なんかじゃないよな。いつまでも。何？いつまでも一緒にいたいの。ああ、俺もだ。捕まえてて。
俺が言葉を返す前に右の唇が覆いかぶさる。互いの名前を呼び合いながら強く抱き合う。いつの間にこんなに好きになっていたんだろう。ほんまいつの間にやねこれな。そんなことが少し気になったけど、今となってはもうどうでもいいことだ。結構大事なことだと思うけど。ねえ、たまちゃん。たまちゃんチューしたね。こうして面と向かって顔を合わせると照れるってもんじゃないな。かける言葉も交わす言葉もないっつうか見つからないっつうか。こういう場所で俺たちは神聖なる道場の冒涜である。住んだことは気にしても仕方がない。タケルさん、なんか誰かがあれだよね、剣道場がなんかそのそういう場所になってたかなんか言うてたよな。あ、そういや、お前最後に俺のことをタケルって呼んだな。 とてもそんな呼び方普段できないよ。タマだな。タケルさんだってミキのことタマって呼んでる。これが俺たちの限界。ゆっくり超える限界ってのもあるんだ。タマどうする、これから帰るか。練習する。ミキの大切な願いは一つ叶ったから。だから大事な夢を追わないとね。タマの夢なら、いや、なんでもない。自分もその夢を見てみたい。なるほど、そうだねえ、見てて。タマがまた矢をつがえる。今ここで生まれ変わったタマの矢はきっと鋭く遠く飛ぶんだろうな。それこそ一点の迷いさえなくベチコーン当たんやろ、真ん中で。うん、バチコーン当たった。多分まだこのお別れイベントあんのこれ。寒い、いきなり何しやがる。ほらほら、早く起きないとデートに遅れるよ。あ、違うのか。鏡、タケルは起きたか。真っ最中。食事の支度ができているぞ。早く降りてくるがよい。なんだ。何？え？ミツルギさんから聞いたよ。つくよみから聞いたぞ。私はタケル様からお聞きいたしました。昨晩お電話で大層楽しそうにお話しなさっていたではありませんか。全部聞こえてたよ。タケルちゃん、プライバシーって言葉知ってる？盗み聞き。盗み聞きするなと言っているが。滅相もございません。聞こえてしまったのです。独り言は大きい。電話の声も筒抜け。加えて非常に態度と表情から感情が分かりやすい。誰もタケルちゃんのプライバシーなんて心配してないよ。ミキちゃんがかわいそうなの。ほらほら、そんなことよりミキちゃんのことお迎えに行くんでしょ。まったくしっかりしてよね。いつまでも私たちが世話できるわけじゃないんだから。同感だ。ダメだこりゃ、女心が全然分かってないよ。先が思いやられる。タマセも気の毒にな。ほんとだね。ミキちゃんだって女の子なんだから、愛想つかされないように気をつけなよ。いつか泣きついてきても遅いのだからな。あ、でも私はオッケーだから。オッケーってどういうことよ。バカ。
んだよ。いってらっしゃい。愛想を尽かされるか。そうだな、たまって、ああ見えて頑固なところあるからな、気をつけよう。あ、お父様との開口ですか。開口ではないな、もうすでに合ってるな。書き直したらしまいっていう話よ、これ。和解したんやろ、どうせな、親父同士。タケルさん、いらっしゃい。大きい声だったね。なんで呼び鈴押さなかったの。おお、君は。あ、おっさん。おっさん、看板あるんすけど。うん、いつ見ても惚れ惚れする看板だろう、たまよ。そうだね。着物でそこ持ち上げたら首締まっちゃうよ。ひどい、死んでしまおう。日曜の朝から想像しいのう、源の字よ。死ぬぐらいでガタガタ申すな。その声は一体何をじゃれやっとるんだ。なんか聞いたことあんねんけど分からへんねんな、声。おお、陣の字。今日はな、スイコが作ったかしわ餅をお裾分けしようと思ってきたんじゃよ。アガサ博士の人か。まあ別にいいや。おお、これはすまんの。どれどれ、早速。うまい。えらい仲良くなっとんな。ありがとうございます。なんだそれ。仕組まれた芝居だったそうですね、これ。3年間続けた部活動をいよいよ引退。これからは誰も助言をしてくれ。そんなオチ。こたびを自分を見失った娘に手を貸す最後の機会なのじゃ。未来のために看板をかけることは惜しくない。かけたんなら外せよ。今は失わなくとも、このままではどの道、失う日がなくも待つだけだったのだからな。なるほど、生涯のライバルと相談してまでそれをしたと。それが親。君のような若者が現れるとは計算外だったかな。そうだろう、お前の娘はもらった。まったくじゃな。これでお主も安泰じゃ。そうじゃな。うらやましいか。うらやましいじゃろう。うわはははは。スイコ、お前は誰かいい男はおらんのか。私は何をおっしゃいます。すごいよな。なんだこれは、なんだこれは。まったく。ね、まったく。え、何がおかしいの。知らん。どうかしとるわ。でもね、ミキさん。はい。私たちがライバルであるということは変わりませんわよ。はい。私に勝てるように精進してくださいね。はい。麗しい光景でごじゃるな。私もあなたに負けることのないよう一層技を磨きますわ。よろしくお願いします。俺も入れてくれ。え、10年後のライバルだ。ではお父様、
りましょうか。ではミキさん、ごきげんよう。はい、スルースキル。そうじゃの、現状祭、わしらの本当の百戦目、近いうちに必ず取り行うからの。望むところよ。次は年末宝くじの総額賞金争いでどうじゃ。もちろん勝っておろうな。当然じゃ、よし受けた。では失礼いたします。ひょい。スイカさん。メガネメガネメガネ。ひょい。覚えてらっしゃい。これこういうエンドですかね。これどうした。スイコ行くぞ。バイバイ。さてじゃあミキたちもお出かけしよっか。ん、どこかに行くのかな。行くんですよお父さん。うん、タケルさんと映画見に行くんだよ。ひょっとして昨日電話で言っていたやつだな。あれわしも見たいと思っていたのだ。うん、一緒に参ろうぞ。一緒に参ろうか。参らないな。ダメだよ。なぜかね。ダメなものはダメ。なぜ。昔はよく二人でお出かけしたではないか。今日はタケルさんとお出かけなの。ちゃん。誰が。俺がお父さんか。おのれ、弾をたぶらかしてどうするつもりか。映画に行こうと誘いながらも、実はあんなことやこんなことまで。なんと横島な。まあそれはまあ当たらずとも遠からずではございますが、絶対許さんぞ。それはもう仕方がないんですよお父さん。わしも連れてけ、連れて行け。タケルさん走って。おお、踊れ。誰か弓を持て。の前で貴様、娘を抱きかかえるとは何事か。うん。どうしたの。父親の前でキスしてました。キスしてました。弓はまだか。弓はまだなのか。うん、タケルさん大好き。タマちゃん編は私はそんなに乗り気ではなかったが、なんとか。君の口癖をポツリつぶやいてみたら、通り雨が無事終えましたね。ほぼ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 あれだわ、半分終わりかけ、あとマリモちゃんだけなんで。マブラブというのはね、皆さん安易に手を出していいものではない、とんでもないですね。
これでもまた違う歌だよね、これ今まで聞いてない、聞いたことないよね、この歌。で時間かからんくてよかったけどな。今午前6時25分でございますね。何週目や、5週目か今。もう5週目にもなってくるとさすがにもうね、感想を述べる元気もないんよね。そうだね、5週したよね。5週、あと1週だ。全年齢版じゃなかったらタマちゃんともそういうシーンがこれあったんやろうな、多分な。あれだわ、ガチのエロゲーはね、私は多分できないね。これぐらいがちょうどいいわ。これ以上あったらちょっとしんどい。ではないけどな、抜け殻やな。何回このキックスターターを見たのか。5回ですね。5回じゃないか、日常エンディングまで出したら今もうすでに7回ぐらい見てるな。エクストラコンプリート、エクストラコンプリートだと。ちょっと待って、マリモちゃんエンドってないんかな。私全年齢版は CG 回収で終了とかなってる。あ、私あれなんですよね、全年齢版じゃないやつをちょっと参考にしてずっとやってたんですけど、マリモちゃんのないんかな。 CG の回収だけって書いてるな、全年齢版は。だ、確かにエンドがさ、どれだ、これか、
クリアリストを見るとね、エクストラさ全部終わってんすよね。マリモちゃんがいないんですよね。でもね、気にはなるんだよね、マリモちゃんバッドエンドのなんか CG 回収ってなってんのが。やらんでいいか、どうしよう。エンドはないんか、これもしかして。ちょっとわかんないです。とりあえず調べますわ。あのエンドあるならやる、なかったらもうこれでいよいよアンリミテッドっていうことで、まあ、ともあれ、まあ、あの前年齢版のね、このスチーム版でやるべきものは基本的にほぼ全て終わったということで、一旦今日はここまでということにさせていただきます。